月刊ゴールキーパー特別編。私たちこの雷と私、はい、磯山、共通点があるんですが、うん、何だと思いますか？お笑い。合ってます。大正解。合ってないです。アイドルなんで。いや芸人ですよ。アイドルね、ボケられて立たないですよ。またここね、立っちゃったなと思ったら。立っちゃうと芸人ですよ。まあ半分正解なんですけど。あの、はいはい、出身地が一緒なんですよ。一緒なんですよね。はい、茨城県でね、はい、鉾田市出身なんですね。うん、だからもう鹿島ファンですよね、はい、我々は。あと小さい頃から、うん、いつぐらいから見に行ってました？自分でちゃんと行き始めたのは高校生ぐらいからですかね。高校生っていうことはいつぐらいですか？あ、始まってますもん、 J リーグは。はい、始まってます。私は小学生から始まってるんで、うんうん、小学校の時はみんな試合見て、まあ、家族と一緒に行ってる人もいるし、うんうん、あとはもうサッカーがいきなり流行って、めちゃくちゃ急にね、学校の間とかね、うんうん、そう、僕は93年の開幕からですね、行ってます。もう幼稚園の頃から姉ちゃんに連れられて行ってましたね、うん、ただ当時チケット取れなかったっすよね。取れなかった、マジで争奪戦で、うん、そうです、そうです、鹿島多かったんですよ、はい、あのやっぱり地元愛がすごくあって、うんうん、で鹿島のスタジアム僕大嫌いですよ、あのスタジアム。めっちゃ嫌いなんですか？なんで？すっごいやりにくいですよ、あのスタジアム試合。どうやりにくい？近いじゃないですか。今までってサッカー専用スタジアムってないんですよ。やっぱり横にターターがついてて、陸上トラックそうですね。だから声もそんなに聞こえないですよ、近くないんで、うん、はいはい、で鹿島スタジアム見たら僕が声だったらもうそこにいるんですよ、はいはい、囲われてるんで、はい、すごく圧迫感もあるんです、すごいですよね。すんごいやりにくいですよ。で、まあ、当時柄悪かったですね、柄悪いサポーターが。え、じゃあ聞きたくない声とかも聞こえてくる？普通に聞こえてきます、一番やりにくいスタジアムで、あんまり僕も買った記憶があんまりないですよ。そんなのあるんだ、はい、うん、すごいもんね、ブーイングとかもね。そうですね。何かグッズとか持ってます？持ってます、持ってます。いや、お宝ありますよ、はい、お宝。もちろん言っといて、持ってくると。言っといてよ。いや、言っといてっていうより、もう自主的に持ってきましたけどね。そうだね。これは、じゃあ見ようかな。これ、まあ、こちらでございます。サイン入りユニフォームですね、うん、あ、はい、あの4つサインいただいてるんですけども、はいはい、ウッチーこと内田篤人選手、いいな、 あと鈴木孝之さん、いいな、ね、あと中田浩二さん、うんうん、あとは実家が魚屋の元山正史さんのサイン、九州でね、はい、いやもうこれ宝物ですよ。めっちゃいい、ちょうだい。ずっと部屋に飾ってます、うん、ちょうだい。ダメっすよ。本当に。で、うちの嫁もアントラーズファンなんですよ、うんうんうん、で、うちの嫁ってあの東京出身なんですよ、うんうん、でももうかあのアントラーズ好きということで、もうもう家宝ですね、これ。いいな、家にリビングに飾ってます、これ持ってきましたと、はい、で、マナブも持ってきたよ、ね、はい、僕は、まずはこの曽我畑選手のサイン入りユニフォーム、これ、うん、はいはい、いいですね。これ曽我畑さんと対談した時に、はい、書いてもらって対談しました、ね、対談した時、はい、それ自分で書いたやつじゃん。自分で書いたやつじゃねえよ。何でそうなんです。アントラーズあんま公式でキーパーユニフォーム販売してなくて当時、うんうんうん、そうだからめちゃくちゃ嬉しかったですね、はい、めっちゃ緊張しました。でも全然さんまさんより緊張しました。またなんか違うもんね。違うんですよ、はい、違う緊張っていう、はい、私はちょっと違いますね、うん、違いますよね。これユニフォームで、これお宝で、いい、でこちらが僕去年結婚したんですけども、はい、アントラーズがその時あのなんていうの、ハッピーウェディングとかハッピーバースデーとかこう、うん、アニバーサリーのユニフォーム名前入りで販売してて、うん、で僕買おうとしたんですよ、うん、これを、うん、はい、これマナブリサとか入ってますけど、奥さんの名前、はい、結婚記念日とか、うん、買おうとしてたら、うん、マネージャーからなんかアントラーズさんからマナブさんの結婚記念日聞きたいってメールが入ってると、うん、あ、じゃあ多分これ来るなと思って、うん、自分で注文をやめて、うん、待ってたら本当に来たんですよ。すごい、やったね、めちゃくちゃ嬉しい。すごい、いいな。ハッピーウェディングって書いてあって、いいよね、はいはい、これ結婚記念日と名前が入ってて、粋だよね。いや、粋ですよ。いや、ほんとそう、うん、私も名前入りのユニフォームとかあの送ってもらったもんね、はいはいはい、ちゃんと作っていただいて、はいはいはい、すごい優しいよね。で今ですね、はい、あの先月なんですけど、はい、アントラーズがねサードユニフォーム出したんですよ、うん、10年に1回出す、はい、それがねブラジルの代表ユニフォームをモチーフにしたやつで、はいはいはい、それがもうね売り切れちゃったんですよ。あれすぐ売り切れたからね、うん、そうなんですよ。そう、ここにジーコ10って入ってるやつがあって、そう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 、めっちゃ欲しいです、うん、いや、もらおうとしてんな。もらおうとすんじゃないよ。めっちゃ欲しい。裏ルートでもらおうとすんの。あれがめっちゃ欲しいんです。あと曽我畑選手のユニフォームを額に入れろ。確かに。ねえ、ぐちゃぐちゃにしないで。ぐちゃぐちゃに置いたんじゃん、そこに。それ。デミコリスの下にぐちゃぐちゃに置いたって。さて、これも額に入れます。どっちも額に入れろよ。本当だよ。
やっぱ僕イメージとしてやっぱり曽我畑選手なんですよ。わかる。鹿島のキーパーって言ったら。私もそう。僕あのサッカーはやってなくてずっとバスケ部だったんですね。でもやっぱり同じ地元のチームってことでアントラーズが勝ったよというとか、その負けたよという情報入ってきたら喜んだり悲しくなったりとかそういう感じはあったんですけど、やっぱりそれでも知らない僕でもやっぱ曽我畑選手っていうイメージっていうのは、もう守護神っていう感じですよね。僕はやっぱりもう古川さんですよね、やっぱ一番最初、なるほどね。これ当時茨城の小学生みんな古川の下敷き使ってましたからね。はい、マジ猫そぎ猫そぎ古川の下敷きでした。確かにね、レジェンドだもんね。そうですそうです、そっからまあ佐藤陽平さん行きますよね、で、あとは高桑さんかな、印象残ってるのは、これすげえイケメンで、うちの姉ちゃんが当時ちょっと狙ってたんですよ。いや狙ってて、ファンじゃなくて狙ってた。狙っててマジで付き合いたいって言ってて、うん、で聞いた話なんですけど、うん、マルキーニョスの家までは行ったって言ってます。そんな話すんの、はい、わなるほどな。でも曽我畑選手は本当にもうずっとだもんね。そうですね、こっからずっと守ってくれてたから、もう曽我畑選手で育ったというか、はいはいはい、っていう感じはしつつ、私ね2002年の首藤真一って、はい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 、あのユースから鹿島ユースから上がった子がいて、はいはいはい、同い年なんですよ、首藤さんとね、で学校がさ、ユースの人って、鹿島編で高校入るわけさ、はいはい、高校の人たちが入ってきて、はいはいはい、で噂になるからさ、はいはい、あそこの高校の人らしいよみたいな、はいはいはい、ってなっていくと鹿島行くとさ、ちょっと会えたりするわけじゃん、スタヤとかでさ、はいはい、そうですね、ジャスコとかね、そうジャスコとか、スタヤ行くとね、会えたりして、そう会ってなんか何度か会ったことはあります。だから同級生でイエーイみたいな感じで応援したりとか、はいはい、そういうエピソードはある、はいはい、そこからでもね、なんか杉山さんとか、あと小泉くんとか、はいはい、ね、もう5つコンスンテが来たなっていう感じ、はいはい、そうですね、ということなんですが、本並さんは対戦したりして印象残ってる、はい、誰でしょう。まあ古川はそのままね、J リーグと、初めからいているんで、はい、高久はもう一緒にやってるし、曽我がやっぱり代表、2020年の代表の合宿で一緒になって、高校合宿で、で、そこもいろいろ話したりしてるんで、やっぱり曽我だったかな、まあ代表まで行ってるし、そうですよね、どんな選手でした？顎が出て見た目の特徴、それはみんなわかる、似てるプレーです、プレースタイル、プレースタイル、まあ冷静ですよね、そんなに前に出ていくっていうタイプではなく、はい、ゴールをしっかり守るっていう、はい、でエキサイティングな選手です、すぐ喧嘩っ早く、あ、そうなんですね、喧嘩すぐしに行きます、嘘、ちょっと来られたり、こうキャッチした時にアフターで来られたら、はい、もうめっちゃ怒ってましたよね、はい、確かにわーって言ってる、はいはい、確かに、確かに、あるでしょ、ピッチに立つとやっぱり変わるっていうか、でもなんか年に1回ぐらいとんでもないミスするじゃないですか、はい、あの辺どうなんすかね、曽我畑、俺は憎めないと思ってるんですけど、学ぶが思うとんでもないミス、とんでもないミスは、例えばどうなんですか、いやなんかまあ名古屋戦ですね、あれなんかいつの名古屋戦か忘れちゃったけど、まあゴール裏で見てて、でなんかこうボール持ってあっち蹴ろうとしたら普通に取られて無人のゴールに取られるみたいなのがあったんで、それとんでもないな、そのミス、はい、時々あるな、ゴールキックがちょっと出ちゃったりとか、出ちゃったとか、そうそうそう、で僕は憎めないです、私も憎めない、そういうとこも含めて曽我畑選手なんだ、そうそうそう、文句言ってる人も聞いたことないです、はい、入っただよね、だからおー、入った、はい、優しい不安やな。ゴールキーパー以外で印象残ってる選手、うん、好きな選手とか、好きな選手、あ、僕やっぱり顎がやっぱ好きなんでしょうね、あの秋田さんが好きですね、僕はやっぱりやっぱりなんか、はい、シンパシー感じるの、はい、そうですね、顎で見てるの、顎とはやっぱガッツ、やっぱり脱臼しても自分で戻すぐらいの、分かる、あの気迫は僕は大好きですね、めちゃくちゃ男だった、もうなんか対談っていうか移籍になった時ちょっと泣いたもん、いや分かります、ごめんねみたいな、チーム事情も考えてくれてありがとうございます、みたいな、ね、なんかもうずっといるもんだと思っちゃってたから、僕らは秋田選手と、そうなの、辺って、でもずっとコーチとか監督まで行く方だと思ってたから、行くんだっていう寂しさね、あと柳沢選手は柳大好きだったんですが、まあ兄が大好きだったからその影響でっていうのもあるんですけど、あのまあ日本代表戦でね、いろいろね伝説を残した柳沢選手ですが、でもこうリーグ戦とかでもなんとなく印象的にそこを抜けていたのみたいな感じの人っていうか、かっこいいって思っちゃったんですよね、柳沢さんかっこいいですよね、見ててすごくこう気持ちがいい、僕あのイタリア行く前の最後の鹿島の試合見に行きましたもん、一人で、一人で行ったんだ、ジュビロ戦かな、あれ、はい、で終わった後セレモニーで回ってくれるんで、うん、一番巻いて握手したの覚えてるんですよ、あ、いいな、別にオチも何もない話なんですけど、ただ単に嬉しくて、はい、嬉しくて、いやそれが小学校6年生とか中1とかかな、
ね、今もやっぱりすごく OB 戦にたまにあるんですよ、はい、で柳もやっぱり早いんですよ、早いですね、抜けていくスルスルって抜けていくんですよ、はいはい、秋田は相変わらず相手が誰だとかバチン行くんですよ関係なくお前素人相手に素人がまあやサッカーやってるその相手に行くかマジでって、まあ、あんまり変わってないですプレースタイル今も今2人とも、はい、で本並さん嫌な選手とかいました、うん、鹿島で聞きたいですけど いっぱいいますよ黒が嫌いですね黒崎さん、はいはいはい、どっからでも打ってくるんですよ、はい、そうですよね、ロングシュートね、レンジがすごく広いんで、うん、広い広いちょっと空いたらドーンと打ってくるんで、うん、あれはやっぱ嫌だって常に集中しておかないといけないんで、うんはい、意表をつかれるみたいな感じですね、やっぱ距離があったとしても急に打たれるとおーってなるんで、でパワーあるんで枠に来たらもう取れないですやっぱりスピード速いんで、なるほど、ね、はい、改めてですけど鹿島アントラーズね大好きだと思いますが、好きなところ、こういうとこ好きだよとか、うんうん、どうです、あれっすよね、なんだろう、メディアであんまはしゃがないとか、メディアではしゃがないよねそう、優勝してもね、その後の生放送ね、わかる、はしゃがないんだよ、なんだ、なんか他のチームとかはさ、なんか、うおうみたいな、ね、縄とかね、はい、レッツの選手とかで、同じ人間なんだって思う瞬間ってあるじゃないですか、うん、その人たちの素を見れるって言って、うんうん、アントラーズなんか冷静っていうか、冷静、あれ、怒る人がいるんですかね、あれどうなんだろう、みんな内気な人なんだ、なん、誰のせいなんだろうね、あれね、うん、小笠原のせいなのかな、いやでも分かんないけど三尾さんは、うん、でもそう寡黙なイメージだったけど、はいはい、なんかすごい喋るようになったじゃない、あ、はいはいはい、そうですね、うん、ね、だなんかそこで、あ、人間なんだなって思ったし、うん、三尾さんが喋り始めてから結構はしゃいだ気もする、なるほどなるほど、喋り始めてからね、うんうん、いいんだってなった、現役バリバリの時やばかったっすもんね、なんか全然優勝直後の天皇杯のインタビューとかでも、うん、ちょっと記者に切れたりしてるもんね、三尾さんってね、勝ってんのに、そう丸くなってたんだろうけどね、そうそうそう、そこもかっこいいんだけどね、なんかもう、うん、本当サッカー一筋で他のこと考えてないっていう、確かになんかもう専門っていう感じでね、そうそうそう、僕たちはサッカー選手ですっていう、うん、はい、っていうのは伝わりますよね、うん、あともうサポーターがめちゃめちゃ熱い、最高、うん、最高です、ね、もう叱咤激励がすごいというか、はい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 、だから本当にゴールキーパーとしては、はい、後ろでわーって ねすごい圧があるぐらい、そう感じられるぐらい、うん、みんなすごいんだよね、うん、もうメインもそのバックもそうだけど、もう囲ってみんなでアントラーズを押していくっていう、あのサポーターの力っていう一致団結感っていうのは、うん、同じこう中にいてやっぱりすごい心強いし、うん、アントラーズってサポーター含めて最高なんだよなって思う瞬間があるよね、うん、なんかサポーター嘘つきいないっていうか、うん、みんなちゃんとしてくれてる、なんかアントラーズのイベントで僕たちのネタ動画を送ってくださいみたいな、うんうん、であのねスタジアムのビジョンに流れて、そう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 、あれファン感謝祭かなんかだったのかな、うん、でもうバーッとお客さん入ってる中で俺たちのネタ動画流れたんですよ、うん、まあ曽我畑選手の真似して、うん、全然似てねえなみたいなネタなんですけど、うん、滑ったもんね、滑った厳しい、うん、ちゃんと見てんだ、ちゃんと見てくれた、ちゃんと見てんだね、さすが、ほんでピッチにいたね曽我畑選手が誰よりも気まずい顔してる自分が滑ったみたいな顔してて、やばい、かわいそう、ね、正直なサポーターですよ ね、もう愛が止まりませんけれども、これからもラブ鹿島で、はい、行きたいと思います、はい、ということで今日はありがとうございました、ありがとうございました。 Let me kill it.